はい、こんにちは。あやのです。YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。皆様ご機嫌いかがですか？前にね、お知らせしていました、新しい意識体ですね。アマルメリアのエネルギーを使った遠隔ヒーリング、実は数日前に受付が開始されました。もうね、お申し込みくださってる方もいらっしゃってありがとうございます。ウェブサイトの方から遠隔ヒーリングね、受け付けておりますので、概要欄からよかったらお申し込みください。さて、ですね、皆様、夏至をね、迎えてその後いかがですかっていうのは、私はね、なんかこう、まだ梅雨入ってるっていう、東京なんですけど、梅雨っていうのでお天気がどんより雨続きだったりとか、まあ占星術で言うと、ほら、水星が逆行してるからね、なんとなくこう一旦ウェイトっていう感じの時期なのかなとかって、そういうのもいろいろ重なって、正直重たいなっていうか、なんかすっきりしないなって、そしていつも何かこう過剰に内側に向いていく意識っていうか、こう内観とかよりもなんかもっとこう重めなんですよね。気づきを得ていくっていうより、なんかぐーっと自分の中にこう落ちていくじゃないけど、なんかそんな感覚があって、なんだろうなと思ってたんですけど、ユリバサンドのあのメンバーのね、スーヒーとクリスタルボールのカリアさんとなんか話していて、あ、そうかもしれないと思ったのは、まあ、夏至って陽のピークなんですよね。陽のタイミングが、陽のピークを迎えるタイミングっていうかさ、陰陽の陽ですよ。で、まあその陽を、ピークを超えるってことは、一気にそこからこう力がさ、ぐーんと今度はさ、陰に向かってぐーっとこう切り替わっていくタイミングで、あ、すごくこう、なんていうのかな、真に受けてる私の状態、エネルギーじゃないですけど、まあそんな感じで、こうわーっとね、こうクレッシェンドしたものがぐーっと今度はね、陰に向かって落ちてくる、そんな、まあ、タイミングで、まあいろんな他のね、要素とかも、総合的に、関係し合って、今こうちょっと重ためなのかなっていうふうに、まあもしかしたら私一人で重いのかもしれないんですけど、つうのもね、なんかこう自分の中のこうバランス感覚とか、いろんなものをね、またこう壊して作り直してるようなところにいます。それで珍しくね、こうワークしてみたりとか、一日重くてこうベローンってこうなってみたりとか、あとはね、いけそうな時はぐっとこう体を動かしてストレッチしたりとか、ヨガしたりとかね、そういうふうに、いろいろやっていますが、そんなね、こんなタイミングでですね、まあそういったこうぐーっと内に入ってる方、もしくはちょっと重ための方がいらっしゃったら、私のこんな話もご参考にと思うことがあるんですけど、珍しくメモをね、作ったんですよ。なんか、そう、ユニバーサンドのミーティングで、こう、引き寄せね、引き寄せに関することをね、まあ自分の思考を、まあ現実化させていくとかさ、そういうことの、まあ、なんかコツっていうか、よりね、それをこう現実に反映させていくには、どういった要素をね、自分の中で磨いていったらいいですかみたいな質問があった時に、あくまでもあれは3次元で行使していくものですから、思考っていうね、まあ、自分のある意味意識をコントロールしていく部分と、もう一つはだから何を想像したいか、自分は何を本当に望んでいるのか、自分にとって心地いいことって本当は何なのかっていう、その本当の自分の内なる感覚っていうか、そのセンスっていうのかな、感覚っていうと、まあいろいろだけど、まあ、感性とか、そういうものを育むっていうのも大事なんですよっていう話があったんですね。さあ、アマルメディアからか。で、じゃあ具体的にね、そういった自分の内側と響き合ってるような感性っていうものは、どこをどうやって磨いたらいいの？みたいな話の時に、
それはね、まあ私も似たような話したことあるかもしれないんですけど、例えば、なんかさ、こう肌の感覚だったり、こう体のさ、こう、身体の感覚を通してさ、くつろいでるとか、ね、心地いいっていうのを感じる人もいれば、何かさ、匂いとか、音とかさ、とにかく五感とか、あとはもう本当にそういう出所不明の 直感とかさ、とにかくそういう、自分が兼ね備えているありとあらゆる、感性、感覚っていうもので、どれを使ってもいいんです。また、その人それぞれつながりやすいその人の得意な感性、感覚っていうのがありますから、それは、ご自分で、これかな、あれかなって探すのもまた楽しいですよということだったんですね。で、そうかと思って、その感性とか感覚っていうことと、まあ思考ですね。この論理的思考、頭で認識するっていう。まあこれも、いわゆる、陰と、陽なんだなって思いましたね。だからやっぱり今その陰陽のバランスをもう一度構築し直してる時期にいるんじゃないかなって、こうちょっと大枠で見えたんですね。で、そんな時にね、もうちょっと具体的にさ、話していけたらいいかなと思ったんだけど、例えばそういったセンスとか感覚とかね、感性っていうのを、まあ、より豊かに高めてさ、そこと自分がつながっていくには、まず一体自分はどうなっちゃってるんだってことを知るのもいいのかなと思うんですね。で、こんなね、例え話をしてみようと思うんですけど、例えばね、こういった思考とか論理、情報、知識っていうのが情報、あ、ごめんなさい、先行しているタイプっていうのは、例えばね、じゃあ映画を見ようって言った時に、まあなんか、こうメニュー、アマゾンプライムだったらメニューバーってやって、バーって見ながら、あ、これ見てみようかなって、感性っていうか、その知識や情報とかね、前評判っていうのなくても、あ、なんかこれ見てみようと思って見るのが、まあそれはある意味視覚なのか感覚なのかわかんないですけど、だけど、やっぱこっち、マインド先行の方っていうのは、何年のアカデミー賞の受賞作品だからとか、誰々の監督と何々のアカデミー賞男優がタッグを組んでるからいいんじゃないかとか、そういうね、ところで選ぶかっていう、そこの違いもあるんですよね。で、もう一つは、あとは目に見えてるものを、捉えていくのも、思考と感性と、どっちが先行しているかっていうのに分かれるんですけど、可視化されているもの、いわゆる目に見えるものとか状況とか、場所とか、それって絶対的なね、唯一無二のさ、状態かと思いきや、まあ幻想ですっていう、そうスピリチャリティにまでいかなくても、例えば目に見えてるものを認識するのが得意なのか、この視覚を通して感じることが得意なのかっていうことでも、またね、だいぶ捉え方が変わっていってしまうんですよ。例えば、そうだな、じゃあ、この高級レストランに行く、いるから、例えばこれはなんとか星ですごくいい立地にあって、評判がいいから、自分はそこに行って、美味しいものを食べる、感じられるっていう、これもね、実はマインド先行なんです。だけど、よくわかんないけど、こう、例えば連れてってもらって、まあ、なんか、小綺麗なところだなとか思いながらも、なんか落ち着かない。すごく高級な食材でいいんだけど、なんか自分が美味しく感じられないっていうのは、その場のエネルギー、もしくはその一緒に過ごしてる人と、今自分が心地よくないっていうね。だけど、雰囲気に飲まれることだって大いにあると思うんですね。いや、こんなメニューこんな高いんだから美味しいに違いないと思って、美味しい気になってみる。見えてるものとか、そういう知識情報っていうもので自分の感覚を作り上げるのか、そういうのがありつつも、いやいや、なんかちょっと居心地悪いよ、なんかすごく凝ってるけど、そんなになんか
心が満たされない食事だなみたいなさ、もしかしたらシェフがものすごい、ね、なんか奥さんと喧嘩してネガティブな波動がバッバッて入ってるかもしれないから分かんないんですよ、うん、でそういうふうに見てみると、自分は私感性の感覚派なんでって言いながらもすごくね知識が先行している、まあ、マインド先行型かもしれないですよね。でそういうふうに、あ、今自分がこういうふうに捉えているものは思考なのか感覚なのかっていうのを、ある程度区別できると、じゃあここをもっと、自分で何かを選択するときにこっちの感覚に従っていこうとか、そういうのが具体的にね見えてきたりしますよね。うん、あとはね、そういったさ、自分の、まあ、感性、感覚っていうものがさ、なかなかこう、そっちをね、に主導権を与えられない人っていうのは、まあ、なんていうのか、今までやってきたパターンっていうのもあると思うんだけど、バッサリ言うと自分に対する自信のなさだと思うんです。自分に対する信頼感の欠如だと思いますよ。だからこそ外側の知識や情報で、もっともらしいことを、あ、そうかそうかっていうふうにして納得させているっていう状態だと思うんですよね。だけどさ、例えばさ、知識やさ、情報がなくても、自分はなんかこう、感覚でさ、ベストなものを選んでいけるとか、自分にとって心地いいものは自分がちゃんと選べるんだみたいなさ、自分に対する安心感みたいのがあったら、そんなにね、知識や情報っていうのがあんまりいらない？っていうより必要じゃなくなってくる。で、逆にそういう状態に反転すると、自分の、信頼してる感覚だから、必要な情報は自分にちゃんともたらされてるし、知らないことは、あ、自分にとって大して必要じゃないんです、みたいな。別に、それし、あ、素晴らしいかもしれないけど、自分の心地よさとか、自分の生き方にとっては、別に、みたいな。へーっていう。感じになりますね。だから知らないとか、知識がないっていうことに対する劣等感とか不足感っていうのが消えていきますね、セットで。どうでしょうかね。ちょっとさ、いろんなバージョンでその思考や感覚っていうものをね、捉えていけると思うので、話がね、あっちに行ったりこっちに行ったり飛びましたけど、まああくまでもね、最終的には、あ、気持ちいいってだけではいれないんですよ。三次元だから思考を使って最後はクリエイトしていくんですよね。その思考を使う前の段階の話ですね。引き寄せなんかもそうですよね。自分がもうその感覚になるとかさ。だからまあそれも、それをやってもやってもうまくいかないっていう人はさ、やっぱりさ、本当に自分の望んでいることの感覚がずれているってことだったりもしますね。いかがでしょうかね。まあ、私はそんな感じで自分のことを振り返ると、やっぱりどっかでどうしようもないな、私本当にっていうところがありつつも、一応自分を受け入れて信頼してるんだなと思います。なんでかっていうと、チャネリングで例えば自分の知らない知識や情報を取りに行きたいっていう感覚がほぼない、薄いとか、あとは、例えばね、数日のリーディングしてもらって、自分はさ、何番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 っていうのありますよって言って、何回も何回も聞いてんのに、全く覚えない。その瞬間は、ああ、そうかもしれない。ああ、こういう風な感じで、自分をこう、生かしていったらいいんだね、とか、へえ、面白いね、って。それは純粋な気持ちだけど、それが終わった瞬間、知識や情報として蓄えて、それをもとに何かを分析しようっていう、思いがないんですよね。なんでかっていうと、それ忘れても自分は消えないから、自分の感性は常にオンだから、それでやっていけばいいじゃんみたいな。また必要なタイミングでそういうのちゃんと教えてくれる人いるし、みたいな。まあいい加減っちゃいい加減ですよ。だけど、それで自分の感覚でいいなと思う、いいなっていうか楽だなって思いますね。何かしなければいけないとかさ、そういう、こう、切迫するような思いっていうのがないですからね。どうでしょうかね。何かご参考になったらいいかなと思います。で、そう。ここの部分もうちょい説明してほしいとか、もうちょい突っ込んで聞きたいっていうのがあったら、コメント
ください。はい、じゃあちょっと長くなりましたね。最後まで見てくださってありがとうございます。素敵な週末を。